入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの吉田です。マナビズムの山城です。こんにちは。こんにちは。はい、今回の質問です。はい、今年浪人をすることになったものですが、カンカン同率で最も浪人生の割合が多い大学はどこですか？うん、なるほど。なるほど。それは入試の難易度的なことを気にされてるんですかね。浪人生がここ大学は多いから入試が難しいとか。うん、それか入った後、まあ、入った後のところもあるかな。友達付き合いで、そうやな、うん、浪人生自分だけちゃうかなとか、うん、そういうところも気にされてるんですかね。なるほどなるほど。これはもう完全にデータとして出てますけど。出てますね。はい、同志社が一番多いです。同志社がやっぱり多いですよ。うん、まあ難しいんで。そしてまあ浪人した国公立組も同志社バンバン受けてくるんで、うん、そうですね、やっぱ一番多くなるよね。うん、僕の友達で浪人した子たちも同志社行った子いっぱい聞いてるので、うんうんうん、やっぱりまあその身をもってね、あ、同志社が多いなっていうのは分かりますよね。うんうん、一般入試でだいたい6割が現役生、うん、で4割が浪人生って言われています。うん、まあ、そこには推薦とか AO 入試とかで現役生の割合がねちょっと増えたりはするんですけど、うん、一般入試だけ取り出せば現役生が6割、浪人生4割という形です。うん、なるほど。はい、結構多いですね。そうですね。うん、はい、で、その次が立命でしたかね。そうですね、立命で、その次は関大で、一番少ないのが感覚なんですよね。ほいほい。うん、感覚が一番少なくて、で、その理由としては、まあ、そもそも感覚 の、 その募集生徒、募集人員というものが、うん、少ないっていうことと、うん、まあ、感覚はやっぱ兵庫なんでね、おしゃれな街なんで、女の子にね人気があるので、うん、っていうところで、まあ、浪人する女の子が少ないことからも、うんうん、現役生の割合が非常に高い、学校となっております、うんうん、っていうところですかね。もう一回、まとめておくと、はい、同志社、立命、はい、で関大、関学って感じですよね。そうですかね。うん、はい、というところになりますか。そうですね。はい、それでは、この動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。